横浜が終わりました。終わりました。じゃあ次、千葉、違う、東京です。東京に行きます。じゃあ、トンドプロ行くぞ。せーの、ほぼ。議事堂じゃ、およそ500メートル先の前を斜め右方向です。高いすぎる。さすがに走ったもんね。車では私もないな。絶対来ないでしょ。一旦東京に、着きましたね。都会、都会で明日またここの午前中降り立つんですけど、まあ、今日はちょっとこれで目的地へ行こうと思います。これから友達に会いに行きます。めちゃめちゃオフィス街で、うちだ、マジ、場違い、場違いすぎです。なんかできる人たちがいっぱい歩いてますよ。やばいですよ。やばいね。まあまあいいでしょう。でかい赤べこみたいな、すごいね。福島のなんかあんのかな、あ、日本っぽいやつってことなのかな。すげえわ。はい。いるしかね。じゃあ東京駅、目の前だけど。さあ行ってきます。じゃあね。行ってきまーす。東京駅。こんにちは、お世話になってます。ああ、お久しぶりです。こんにちは。こんにちは。せっかくですから失礼します。こんにちは。こんにちは。はじめまして。今から私たちの自己紹介をさせていただこうと思うんですけれども。はい、すいません。飛騨の学びと申します。今日本一周で、昨日から始まりまして、今日2日目東京ということで、マジンさんに遊びに来させていただいたんですけれども、ワクワクの方がすごく大きいので、今日は本当にこの場を貸していただくありがとうございます。よろしくお願いします。私も、はい、相棒のニコと申します。本当私は何もしてないんで、彼女が頑張れるようにサポートしてるだけなんですけど、はい、よろしくお願いします。マイチンさん、私ピアリングという患者会で理事をしております。望月美佐と申します。スイーツ部っていう部をやっていて、そのスイーツ部の部長が今日皆さんお越しになるということで、ちょっと差し入れを、あら、ちょっと、めちゃくちゃ美味しいいちご大福って好きですか。あ、好きです。こんな感じで。わあと、はい、いただきました。大量にドーナツもあります。スイーツ部すごい。あとで選んで。わあ、かわいい。はい、ありがとうございます。わあ、すごい。いや、ちょっと寒い。まあ、こういう人は大丈夫なんですけど、ご協力いただけるか。動画で。はい、まあ、ミサさんはもう、はい、OK なんで。もう最近は全部川柳でやっております。はい。YouTube 見るより出るとやみつきに。押川先生の誕生日を4月2日にズーム合コンでやったんです。そうそうそう。で、私がいろいろ仕切ってやったら、お礼に全部こんなのもいただきました。
がんになったばっかりの人が読むとちょうどいい、あ、じゃない、あとがんになる前の人に最低限これぐらいって内容なんですけど、広めるにはサバイバーに広まって、サバイバーが知ってて誰か友達がいた時これ読むといいよってなるといいなって言って、まずはサバイバーにも広めよう、噂のクッキーだ、これが噂のクッキー、まずはあの表面のあのどれぐらいフラフラのってきた、今日は来てくれてありがとうございました。ありがとうございます。またね。また。もーちゃんです。またよろしくお願いします。ビアリングもよろしくお願いします。多分そこに、ね、来られてる皆さんのお二人の YouTube で本当に励まされていると思いますので、続き我々もできるだけ可能なことはなんか一緒になんか活動させてもらいたいなと思ってますし、はい、できるだけやりたいと思ってます。今後ともぜひまたよろしくお願いします。ありがとうございます。お越しくださってありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。やばい、こんな小学校とかみたいな、キャーわーあ、ミサさん来た、ミサさん荷物を持たせてしまって、あ、重すぎ、ひなちゃんにすごい、こんなことやってもらえたのなんかすごいですね。じゃあ、バイバーイ。さようなら。さあ、行きますよ。ありがとうございます。ありがとうございました。来てください。また来ます。ありがとうございます。ぜひね、まいしゅんさんね、はい、あの動画あるんでよかったら見てもらえたらなと思いますんで。はい、下にリンクを貼っておきます、その動画の、はい、はい、動画なんかね、社員さんもとてもみんないい方々がね、よかった、はい、そうです、会いに来たんですよ、あ、えずっと電話しようかな、ごめんなさい、そっちかよみんなこれ YouTube 乗ります、じゃあね、バイバイ、楽しかった、いや、ありがとうございました、本当に、また携帯電話が接続できませんでした、これで次は、あ、やばい、ジャンプするの忘れてた、せーの、ジャンプ、じゃあ代わりにお二人にジャンプしてもらおうかな、せーの、はい、はい、これで千葉に飛んで、飛んでいきます行きます、行きます、行ってらっしゃい、気をつけて、ありがとうございました、ありがとうございます、東京の、旅は終わりました。次は、千葉の幕張に、行きます、行きます、はい、まあ、ちょっと雨なので安全運転で行きましょう、はい、はい、よろしくお願いします、はい、わー、雨がすごい、うおー、気をつけていこう、本当に、ほら、わー、もう、もう、あー、ディズニーレッド、ようこそ千葉県って書いてあるよ、どこだどこだ、千葉くんがいるよ、ほら、ようこそ千葉県へ、ね、YouTube 配信しながら道中を走っておりますが、はい、ね、今メンバーシップの、ライブをそうそうやっております、そうだよね、ピースピース、はいはい、なんだっけ、千葉4モール幕張新都心到着、はい、無事に到着しました、今皆さんがお待ちのところに向かっております、向かってますよ、はい、ただその前にちょっとトイレ行きたいからね、そうだね、めちゃめちゃトイレ行きたいですトイレください、トイレください、はい、はい、マナニコ T シャツじゃない、なんだこれは1枚しか持ってないよはい、千葉の、幕張新都心のイオンモールでなんとラーメンをご馳走になっております、はい、いただきます、ありがとうございます、みんなでじゃあ食べましょう、はい、いただきます、いただきます、でもマジすぐなくなる豚骨って結構スルスルって終わっちゃうよね、そうなの、
誰がこの絵を見たいかね。ニンニクしか勝たん。勝たん。千葉、幕張、また来ます。バイバーイ。ありがとうございます。はい、じゃあもう出発してるんですけど。次。次。あ、しすぎ。ほら、またジャンキー。こういうところだから多分次からしません。諦め。諦め。行ってきまーす。1990円です。はい、わかりました。アウトレット、アウトレット川崎右折。はい、はい、わー、いやー着きましたね。駐車場どこや、どこや。 P1 って言ってた、 P1 って言ってた。止水着きました。いやー、わー、平気ですよ。イエーイ。スモールハウス恋っていうチャンネルをやっている、はい、恋さんです。恋さんじゃない、恋さんじゃないの、ね、高島さんです。はい、これ一応持ってきた。おもらっちゃった、恋さんに。こんな感じ、かわいい T シャツ。かわいい、ほら、そんな感じ。かわいいのいただきました。ありがとうございます。はい、動画 OK ですよね、さすがに OK。 イエーイ、こんにちは。わーい、はじめまして。私は初めましての気がしてる。わ、止水に来ました。わーい、みんな YouTuber、 みんな YouTuber、 すごい、みんな YouTuber、 すごいすごいね。これは他にもでもね、いるんですけど、あのいらっしゃいますけど、はい、とりあえず顔出しはあれだからね、はい、YouTuber の方々を、はい、ここからまたちょっとお話しして楽しんでいこうと思います。はい、朝までね、悩んでたの。何て書こうかなと。見て、ファンです。ありがとうございます。誰が軽いかなとか聞けるんだけど。ファンです。あの、ありがとう。あ、ちょっともらってください。はい。もらってください。童貞。童貞しますね。ありがとうございます。ニコちゃん好みのせんべい入ってるから。いや、来たねー。やったね。いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あれ生今。あ、生じゃないです。動画撮ってます。はい。大ちゃんさんです。これ会えた、嬉しい。あ、よかった。ありがとうございます。ってことで、ってことで、千葉の、止水、プレミアムじゃない。アウトレット。ットに千葉2カ所目。2カ所目に来て、あ、今日はたくさん来てくださいました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。またお会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。はい、ということで、2日目も終了しましたね。はい、無事。無事に。いやー、なんか、わんさかわんさか来ていただいて。ねえ。すごいね。すごかった。まさか、あれ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 みたいな。えみたいな。そう、来てもらって。飛び入りで来ましたっていう方もいたり。そう、めちゃめちゃ嬉しかった、普通に。ねえ。びっくりよ。ねえ。だから今後もね、今日はたまたま時間が合うっていう、風なね、人もいたら、はい、なんて言うんでしょうか。いきなり行けるようになったよ、みたいな人。ね、急にバン、ブラン、キューって来てくれれば全然、ウェルカムね。ね、嬉しいので、そんな感じで、これからもよろしくお願いします。はい、はい。ということで、今、千葉を、出まして。これから茨城に向かって、本日の、宿泊先に向かいます。はい。です。で、そこからまたちょっと、バーベキューに、はい、お誘いをいただいております。そちらに行かせていただいて、でまた3日目スタートという形になります。はい、それでは、はい、ワープバイ。